ここまで木材から石炭、そして石油といったエネルギーの移り変わりについて話してきました。さらにこの後天然ガスや原子力といったエネルギーが登場するのですが、このようなエネルギーの移り変わりっていうのはどのようにして起こるのか、そのパターンについて一言で表現することができますか。例えばオイルショックのような何か大きなイベントが起こって、その結果別のエネルギーが出てくるのでしょうか。それとも環境問題のような健康被害が起きることによってクリーンなエネルギーといったものが登場してくるのでしょうか。最後の章ではエネルギーが移り変わるパターンといったものを分析した結果についてお話ししたいと思います。そのためにまず原子力、そして風力や太陽光といった自然エネルギーについてざっくりと簡単に紹介したいと思います。現代のエネルギーの代表といえば一体何でしょうか。石油でしょうか、石炭でしょうか。実は天然ガスというまだ紹介していないエネルギーが石油と同じぐらい使われているのです。天然ガスというのは油田を掘るときに出てくる可燃性のガスです。今までこのガスが使われてこなかったのには大きな理由がありました。それはパイプライン、つまり鉄と鉄をつなぎ合わせる技術というものが不十分だったことが挙げられます。ガス田や油田からガスを届けるためには片手で素早く隙間なく金属をつなぎ合わせる技術が必要でした。第一次世界大戦中にアーク溶接という女性や片腕の子供でも簡単にできる溶接技術が出来上がって、そのパイプラインの開発が一気に進みました。溶接技術が出来上がるまでの19世紀半ばまではアメリカでは使われるよりも捨てられるガスの方が多かったと言われています。二酸化炭素と比べて30倍も地球を温める効果が高いと言われるこの天然ガス、これが20世紀の石油が掘られ始めてから数十年間で爆発的に地球を温暖化させたというふうにも言われているのです。今まで話してきたように目に見える大気汚染というものと違って、温暖化というのはあんまり人に注目されないということが分かりますよね。では一体なぜ天然ガスというのに着目して人々は使い始めたのでしょうか。それには歴史的な戦争の背景がありました。アメリカが第二次世界大戦中は初めは中立の立場を取っていて、日本が真珠湾を攻撃するまでは戦争に加わりませんでした。この時まだ天然ガスは使っていませんでした。ただ直接戦闘行為に関わっていないというだけで、国内で余っていた石油を他の国に供給はしていました。この経路がアメリカのメキシコ湾という南の方から北上し、そしてイギリスやヨーロッパへと送るといったコースでした。日本と同盟関係にあったドイツはこの頃アメリカに宣戦布告をします。ドイツ海軍の代名詞ともなった U ボート、これに乗ったたった5隻の船がこの輸送艦に攻撃を仕掛けるのです。6週間の間に46隻を撃沈、16隻を損傷させ、 U ボートは全く無傷といった結果でした。アメリカでは国内の石油だけでなく、このドイツ軍に撃沈された輸送船の分の石油の埋め合わせも必要になり、少しずつ石油というのが不足していきます。また民間企業もこのままだとうちの会社やばいぞというふうになって、複数の会社が力を合わせて行動を開始します。民間の11の石油企業が危険な海を通らずにニューヨークの方までパイプラインを敷く戦時緊急パイプラインと言われる合弁会社を設立しました。これによって石油が海を通らずにアメリカの北東へと届けられるようになったというふうに言われています。そしてその後この丈夫なパイプラインを使って天然ガスを都市部へと運ぶようになり、結果的に天然ガスが使われるようになったというふうにこの本では紹介しています。溶接技術が向上していくと、石炭の都市ガスを使っていた都心部はだんだんと天然ガスを使うようになっていきました。そして次の時代のエネルギー、石炭、石油、天然ガスときたら次は原子力と自然エネルギーですよね。この原子力と自然エネルギーについてざっくりと簡単に紹介していきたいと思います。原子力といえばアメリカとソ連の冷戦、そしてそれによって生まれた原子力法です。第二次世界大戦中にアメリカは極秘裏に世界中のウランを集めていました。そして原子爆弾とは別にウランの有効な活用方法について考えます。
それは潜水艦のエネルギー源です。原子力潜水艦というものが生まれ、そしてこの軍事技術をアメリカは徹底的に秘匿しようとしました。1946年原子力法と言われるこの法律は、原子エネルギーはアメリカ政府のもので、許可なく建設したり機密を漏洩した場合、終身刑もしくは死刑に処すといった内容でした。これによって民間企業が許可なく原子力発電を立てづらくなり、アメリカというのは原子力技術に精通しているものの原子力発電が作りにくい国というふうになったというふうにこの本では紹介しています。一方、自然エネルギーといえば風力と太陽光発電ですよね。風力発電は19世紀から牧場で頻繁に活用されていました。また太陽光発電はオイルショックによって少しずつその規模を拡大していきました。ここまで石炭、石油、そして天然ガス、原子力発電に自然エネルギーといったエネルギーの変化についてエネルギー史という面から見てきました。そして最後の章で著者はこのエネルギーの移り変わりについて分析をしています。まずはじめに大気汚染は国民の豊かさに連動しているというふうに言っています。この考えは20世紀末に発表された環境クズネツ曲線と言われるものです。43の都市を大気汚染レベルと GDP、 簡単に言うとその場所の豊かさというふうな指標で見ていくと、貧しければ貧しいほどそこから豊かになればなるほど大気が汚染されていく。そして反対にある一定の豊かさを超えた後、さらに豊かになっていくと大気は少しずつクリーンになっていくというものでした。この結果は単純なスモッグだけでなく、我々が今ニュースで見るような高化学スモッグと言われるものまで含まれていたそうです。環境汚染は神の見えざる手によって改善していくという主張でこのクズネツ曲線が使われるらしいのですが、よくよく考えてみると水質汚染とか他の健康被害といったものではこの考えは当てはまらないということが分かっています。裕福になればなるほど環境は良くなるという考えが少しずれているというのはなんとなく分かりますよね。環境問題を考える、語るときには空気なのか水なのか健康なのか、そういう対象によって分けて議論する必要があるようです。最後の11ページではなぜこの本が書かれたのかということについて書いてあります。それはマルケッティと言われる物理学者との出会いがきっかけだったそうです。マルケッティはウィーンの IISA と言われる研究機関で研究していたんですが、ある時19世紀前後のエネルギーの市場を表現できるシンプルで予測解析のできるモデルというものを作ってほしいと言われました。このようなもやっとして漠然としているけれど何かすごそうというふうな研究は多くの研究者から見て毛嫌いされるような内容であることが多いです。実際マルケッティの他の研究者もそれを冷ややかな目で見ていたそうです。この19世紀前後のデータというのはまずデータが見つからない、あったとしても穴だらけ、そして全部揃ったとしてもそれでその予測ができるかどうかは全くの別問題という非常に困難な道のりでした。しかしマルケッティが優れていた点は、この複雑な問題に対して生物といった視点から切り込んでいった点だったそうです。例えばダーウィンのレアという鳥でも紹介しましたが、生物というのは資源を奪い合う極端にストレスのかかる環境で生き抜いてきたため、さまざまな生存パターンを編み出してきました。マルケッティが言うには、エネルギーというのは3つの分野に分けて考えましょうというふうに言っています。そのうちの1つ目が一次エネルギー、いわゆる燃料、石油や石炭といったものです。そして2つ目が二次エネルギー、これは電気やコークスといわれる加工されたエネルギーのことです。そして3つ目がパイプライン、溶接技術や電線といった供給システム、これら3つの要素は状況に応じて全く異なる振る舞いをします。このようにマルケッティは言っているんです。そしてマルケッティが示したグラフの中で最も面白いもの、それがこの一次エネルギーに関する情報でした。一つのエネルギーが 1% から 10% のシェアを得るまでだいたい40年から50年かかるといった内容です。さらにその 1% のシェアを手に入れたエネルギーが市場の半分を支配するまで
大体1世紀かかるといった解析結果でした。この理由は人類と科学の400万年しても出てきた文化のガチェッティングで説明ができます。人類というのは常に学習をしていて、情報を同じ文化を共有する人の間で少しずつ広げていくといった性質を持っています。例えばフォードが車を作ったとして、その車が広がるためにはまずガソリン供給所が必要であります。そのためにはまずガソリンを作る必要がある。そして原油を掘る人とその原油を生成する人が必要になる。そして原油からガソリンが作れるようになったとしても、それを輸送する手段が必要になります。機関車のようなものができたとしても、その機関車を運ぶためには丈夫な線路、つまり鉄の技術が必要になります。さまざまな障害を乗り越えて人々に車が供給できるようになったとしても、その車を使う人々が車を運転する技術を身につける必要があります。新しい発明やエネルギーが受け入れられるためには、国、企業、そして個人が学習して、その結果受け入れられていくというものです。例えばあのジッパーができた時は、そんなすぐに脱げる服を使うなんて、なんて不謹慎だというふうに社会からは見られていたそうです。同じように石炭というのはもともと悪魔の排泄物というふうに言われて恐れられていました。今私たちは石炭を見てもそこまで恐怖はしないですよね。反対に今我々は原子力を悪魔の排泄物のように取り扱っています。マルケッティは社会が発明を受け入れていくことで、おおむね半世紀ごとに主要なエネルギーが変化しているというふうに言っています。今は石油が天然ガスへ取って代わる時代に入っており、そして2070年には原子力エネルギーが社会に完全に受け入れられ、天然ガスと原子力が2つの重要なエネルギーの柱となるというふうなことを示しています。オイルショックといった政治的経済的な出来事はこのグラフに少し影響を与えることはあるけれど、大まかな流れは変わらないというふうに言っています。太陽光などの自然エネルギーは全体の 1% を占めるといった壁をまだ超えていないため、このエネルギー市場の生存競争に参加していないそうです。この最後のまとめを聞いたときに、僕は人類と科学の400万年史の作者の後書きを思い出しました。これって科学に似ているなというふうに思ったんです。あなたも私も今の科学技術がこのまま続くと思っている。石油や石炭、そして天然ガスといったものが枯渇しなければ、このまま使い続けるかもしれない。今のエネルギーのバランスがこのまま続くとなんとなく思っている。でもエネルギーというのは生存競争で常に市場を奪い合っていて、あと 4,50 年もしたら原子力を恐れていたということが歴史の授業で笑い話になって出てくる可能性もあるわけです。人類のテクノロジーが発達し、木材は石炭、石油、天然ガス、そして原子力エネルギーへと変化してきました。結局このエネルギー史で分かることは、石油だけでいい、原子力だけでいいなんていう単純なことではなく、どのようなエネルギーバランスがその国その時代に適しているかということでしかないということが分かりました。いかがだったでしょうか。エネルギーの400年史の内容を聞いてみて、世界史というものがエネルギーという側面から見えたと思います。冒頭でも言った通り、世界の見方を少し変えてみて、世の中のニュースや歴史といったものをエネルギー史というストーリーで見ることができたなら、ニュースを見ることがほんの少し楽しくなるかもしれません。ではまた。